なくになります、千代田工科芸術専門学校、漫画家の恒例の万年的巡り、いよいよ最後の見学地がこと常盤荘になります。漫画の発祥の地とも言われておりまして、漫画家を目指される方々が必ず一度は訪ねられるというのが常盤荘です。これがかの有名な常盤荘でございます。表向きは僕も思ってたほどに綺麗なんだよね。ちょっとね、もっとね、もうガタガタでね、もう本当もう壊れそうな感じだったの。ちょっとがっかりしたんだけどもね、ちょっと美しすぎて。これだったらあなたたちのほら住んでるアパートとそんなに変わらないでしょ。独身でね、地方から出てきた人なんか。漫画の神様、手塚治虫先生。ドラえもん、ドラえもん、ほわかぱっぱ、ほわかぱっぱ、ドラえもん。二人で一人、藤子不二雄。漫画の申し子、石森章太郎。本番のおかずはおかずだ。ギャグの王様、赤塚不二夫。少女漫画のパイオニア、水野秀子。そして常盤荘には寺田裕郎、鈴木伸一、森安直哉、横田徳男、他に永田武丸、篠田次郎、永谷邦夫、横山孝雄、漫画家の卵たちがいつも集まっていました。あの常盤荘が近く壊されると聞き、僕たち藤子不二雄はたまらなくなって20年ぶりに椎名町を訪ねました。昔のままのギシギシきしむ階段を上がると、正面にトイレ、その横に共同炊事場、手塚先生、寺さん、石森氏、赤塚氏、みんなの部屋が変わらずそこにありました。僕たちは一瞬25年前に戻ったような気がしました。漫画ブームは今、僕たちにも予想できなかったほど広がっています。若者は文学や映画や音楽に対するのと同じように漫画に接しています。色紙に漫画書くっていうのは間違ってるんだけど、日本だけなんだよ、こんなことやな。ねえ、色紙っていうのはだいたい文字を書くためにありましたね。常盤荘にいた頃は全くの新人だった僕たちも、気づいたら漫画家としてベテランと呼ばれるようになっていました。
ははははは、ぐにゃ、虫、虫、だだだだだだ、どどどどどど、でで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 、これなんですね。これが面白いです。何の漫画ですか？柔道漫画。森保直哉、田舎を舞台にした牧歌的な漫画を描かせたら彼の右に出る者はいませんでした。しかし彼は今漫画を描いていません。一般人口っていうのは非常にまあ少ないわけなんですね。ああ結局45から60ぐらいになりますと、もうこうなってきますね。それはいいんじゃないかと思いますね。はいはい、けどもやっぱり免許がいりますね。あ、これなんですね。もう延期してくるんですよね。そうなんですね。まあ、とにかく楽天的で明るい性格の彼は、常磐荘の住人の中で一番の人気者でした。いろんな会社の事情を勉強していただかないと、中年からの転職というのは厳しいですね。ところで僕たち藤子不二雄は二人なのです。背の高い方が藤本博史、眼鏡をかけているのが阿彦元を、二人合わせて藤子不二雄なのです。どうもらったもらった。僕たちは子供の時からずっと一緒に漫画を描いてきました。全くの他人同士だった僕たちが漫画を通じて知り合い、40年近く一緒に漫画を描き続けていることに、僕たちも人生の不思議を感じます。あ、そうかね。終戦後間もない頃、僕らは富山県高岡の中学生でした。その頃、漫画少年という少年月刊誌が発行されました。漫画少年が他の少年誌と違っていたのは、読者の投稿漫画に多くのスペースを割いていたことです。僕らの世代の漫画家で漫画少年に投稿しなかったものはほとんどいないでしょう。当時入選の常連で番付表の西の横綱を張っていたのは新潟の寺田博夫です。僕たちも初めて入選して作品が載った時の天にも昇るような嬉しさは今でもはっきり覚えています。僕たちより少し遅れて小野寺翔太郎、後の石森翔太郎、赤塚不二夫の作品もしばしば登場しました。そして漫画少年のもう一つの楽しみは、なんといっても手塚先生のジャングル大帝でした。手塚先生こそ今日の漫画ブームを作った偉大なパイオニアです。もし手塚治虫の漫画を読まなかったら、少なくとも僕たちは漫画家には絶対なっていなかったでしょう。手塚漫画が漫画の革命と言われるわけは、初期の作品にはっきり現れています。
漫画でアクションのみをこのように追求した例がかつてあったでしょうか。また真空中を進むロケットの下から地球が次第にせり上がってくる緊迫感、動かない絵が動き音のない紙から音が出る、これはまさしく紙に描かれた映画でした。そしてこの方法は漫画にあらゆる可能性を与えたのです。イエーイ、漫画家になるぜ。昼も夜も漫画は描いて描いて描きまくったっちゃけ。尊敬する先生の漫画も食べても見たし、いただきます。うわか、鼻も感じました。鼻も。そしてついにやってきたんだ、東京へ。手塚賞の選考会が開かれています。今回も200を超す応募があり、今その最終審査が行われているところです。ストーリー漫画の手塚賞、ギャグ漫画の赤塚賞、さらに毎月行われていますフレッシュジャンプ賞も漫画家になるための登竜門です。一応さん、うん、お客様、万歳しようね、万歳。はい、万歳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 。よし、えらいえらいえらい。あれ、あそこじゃないの、今日。あそこじゃないの。まだだよ。面白い椅子がありますね。これ何ですか。これはね、心臓を強くする機械なんだよ、本当は。心臓が弱いんですか。弱いんだよ。全部で何本ぐらいあるのかしら。何本だ数えたことないけど。何本あるのか。あの仕事してるでしょ、だから撮っておいてもらうわけ、全部映画ですか。うん、まあ映画もあるしね、それからドキュメンタリーもあるし、まあいろんなのがありますけどね。これ部屋だ。これどうするんですか。部屋の中へ入って瞑想にふけろです。お一人で。そうよ、一人でも入ります。子供が遊んでんじゃないの。お酒なんか入ってるわ。お酒がまたうまくなるんだよ、入れておくと。飲んでみる。いいですけど。今1年ぐらい入ってるお酒だよ。夜なんか来るわけですか。夜もごくごくしてさ、星なんか見たやつ。あ、そうか、うん、UFO なんか。あ、 UFO はまあ見たことない。飛んできやしない、こっちは。彼は本当にいい漫画を描いていました。赤い自転車、みかんが川に流れる街、ランタン祭りなど、彼の描く心優しい叙情的な漫画は時は荘の仲間でも高い評価を受けていました。7000円のところを8時までは6000円、8000円のところ、よいしょ。初めてだ。いや、ゾッとするな。8000円。日給？あ、もう決まってんの。これであろうと、普通の平地に立てるんだ。
また来ましたね。あや。しまった。はい、緩めて。おお、軽い。トキワ荘の人たちはね、普段は会わないんですよ。うん、聞くのね。普段は会わないんですけど、何かあるとやっぱり集まっちゃうんですね。うん、それはもうあの世の中が集めさせちゃうんですよ。もう年だしね。で、僕が一番こう番外でしょ。血が明るいから余計なのね。本当に番外だから、僕が出ると彼らの出世ぶりがこう余計目立つわけなんですよ。つまりコントラスト。何も感じない。全然感じない。おお、それなの、その辺がね、森保さんの。知ってる人は人でね、やっぱり肩凝るんだよね、やっぱり。あ、そうですか。まあ、反面から見ればさ、彼は気楽なかもしれないよ、それは言えるね。彼らのその最初のスタートを知ってるから。うん。だから、今もう有名になった漫画家と会うと差は感じるけれども、彼らの登り始めた一歩二歩っていう時に一緒にいたし、うまいといえばうまい、まあ下手といえば下手だっていうように見れるわけ。今でもやれば負けない？それは負けるよ。25年のハンディっていうのはもう絶対取り返される。それから感覚的にやっぱり少しも違ってんじゃ、捉え方なんだから、まあ、よく言うな、負けたく。今は出るところなんですよ。約1時間見ていただけますか。はい、すいません。先生、顔洗いましたですか。洗ってないです。あんまり泣けないようです。いいですね。お風呂は入ってますか。いや、入りません。入れないんだもん、入ってると。僕が阻止してるわけじゃないですよ。いや、結局最終的にそうしてね。飯はちゃんと食べてます。それがですね、今日もタレご飯を、ここでかかってて、な変な食べ方してね、食べたのか食べないのかわからないよね。だって何時までにあげろと言われるとね、食べてる時間ないわけですよ。このぐらいまで入れんだろう。うん、ちょうどいいよ。ぴったり。これはいいのかな、ここ。うん。入ってんだよ。これこんだけ。うん、いいんだよ。いいのか。もうやりたくない。書きたくないって思う。わかりました。じゃあ、しばしやりますか。曲の飽きちゃった。飲みたい？いいね。何もしたくない。寝たい。はい、じゃあとりあえずお疲れ様でした。どうも。いただきます。じゃあ、失礼します。うどまんぶくん19歳。うどくんは漫画家を夢見て故郷の九州から東京にやってきました。自分の漫画をこれから編集部に持ち込むところです。かなり線なんか結構使えるんだけどさ、もう一方だよね、あの連載とかさ、読み切りで本に載っけようっていうのは、はい、うん、これを毎日食べてるんですね。はい、まあ時期ね、本当プロになってさ、はい、こういずれ先生になるとですな、やっぱこういう生活から、いや、それは脱皮したいですね。脱皮したい。連載持って、はい、頑張ろう。うどまんぶくんは赤塚賞に応募しました。作品名はパロパロ。昭和55年の第12回赤塚賞に応募されたうどまんぶくんだと。
だからね、それをこうギャグに包んで相手をいかようにやってるっていうね、そういう精神をね、あなた持ってるってことで僕は非常に高く評価して、これからもねやっぱり頑張っていただきたいと思いますし、今日はどうもおめでとうございます。いいと思います。大丈夫か、どうも頑張って頑張って。うどまんぶくん、これでデビューしたわけなんですけど、しかしまだまだです。みんなでね応援してあげてくださいね。というわけで漫画の世界駆け足で見てきたわけなんですけど、どうです皆さん、思ったよりすごく厳しい世界でしょ。でもね、本当に好きな道だったらそのことにかけて生き残ってことは素晴らしいことじゃないかと思います。新潟県四つ坊村中学校卒業ね、このぐらいの教科書があるとするじゃない、このぐらいしかできないですよ。なぜかって農繁期ばっかりなんだもん。でそこを出てね、いきなり東京出てきてさ、中学校だよ、新生中学だよ、高校行ってないんだから、漢字もろくろく知らないね。それがね、東京出てね、ああいう天才連中とね付き合ってね、まともに付き合えるわけがない。焦ったなあの時は本当に。それからね、僕の人生が始まるんですよ。だってあの頃さ、何アビコがね、チャーチルの回顧録なんてのをね、テープに吹き込んでね、音楽入りでね、伴奏の音楽入れてテープでやってるわけ。それ聞いた時はね、僕は驚きましたね。これでフーちゃん、これはね違うなーね。フーちゃんはスタインベルグの本持ってたしね。インテリだったもん、ね、俺まだあれ返してないわ。あれどっか売り飛ばしたんじゃない？いや、ある、ちゃんと。あるの？うどまんぶってご存知ですか？うどまんぶ？人の名前より、うどまんぶって。知らない。去年の、前期の赤塚賞の佳作になったの。パロパロっていう作品で。なんだ、自分の賞じゃないか。自分がやった賞で。漫画界のことを、パロってやつ、少女漫画家を切る、そうでしょ、少女漫画の世界をパロディにしたやつでしょ。あ、覚えてます。うん、いいセンスしてますよ。ちらっとね、少しね光はあるけど、だけどやっぱりもっともっと頑張った方がいいと思うな。大した才能ではない。まあまあですね、波ですね。こんにちは。知らなかったんだ、結果が出るまで赤塚賞に応募されてるって。うん、全然知らなかった。いや赤塚賞にね入れといてね、入ってよ。あ、そうですかって。連載の予定かなんかがあるわけ？全然ない。でもジャンプで入選したでしょ。うん、まぐれやね。誰から書いてないわけ、あちらには。うん、恋愛漫画書けないから。一日この下宿で一人で漫画を書いてるんですか？うん、大体そう。遊びながらやれるから仕事。じゃあ書いてるのが面白いわけ。うん、遊びと一緒だからね。でもさ、いつまでこの生活を続けようとか区切りなんて考えてない？うん、どうでしょうね。90年の初めに80年代の漫画を振り返ってみれば、一体どういうことが起こってるでしょう。またどういうふうに漫画が変わっていくでしょう。まあ我々が、まだ全然皆目わからないわけなんですけど、まあそれとなくわかるということはですね、一応まあ漫画がこれで最盛期を迎えて乱熟期に入ったと。この乱熟期がですね、大敗期に向かうか、もしくはルネッサンスに向かうかの瀬戸際であるということだけは言えると思います。現在デビューする人たちが90年代になってもまだ書いていて、しかもベテランで我々の後を継いでいるとい
という時代になってほしいし、さらに漫画が多種多様化して、もっと素晴らしいルネサンス及び発展期を迎えてなければならない。ご苦労様でした。おめでとうございます。これすごく面白かった。これはね、ちょっと近代にない、僕は大好きな。東京でぜひ来てみてください。お願いします。まあ、あんまり東北の人からね、その出る人って少ないんですよ。石森章太郎先生。だからまあ、ああいう程度のね、もんでね。宮城県で。だからちょっとその後継ぐ人としてさ、頑張ります、ね、お願いします。あと一作見せて。ね、ぜひね、一つお願いします。また一人華やかなスポットを浴びて漫画家がデビューしていきます。昔と違い、現在は新人漫画家の登場に幅広い舞台が与えられています。僕たちが時和荘にいた頃は、新人漫画家にこんな華やかなライトが当たるとは考えてもいませんでした。しかし、それだけにデビューするのは割と簡単でも、漫画家としての地位を維持するのは大変です。漫画道を選んだこの若い人たちが5年、10年、20年と漫画を描き続けてほしいと祈らずにはいられません。ロックアウト合同会社、息子がいるわけでしょ。それとスカウト二人だよな。いいだよな。でどうなる。だからこの辺は普通の家庭内暴力で弱い親父という感じで運んでる、ね、だから家庭内暴力にも、うん、困ったっていうね、いいんじゃないかなこれでな、よしこれでいこう。これはなかった。これはなかった。これはなかった。東京出てきて初めてラーメンというものを食べたのはここのラーメンだから。そうだ。あったとしたらこの辺りを。もっと先ってことないよ。うん、多分この辺だよ。これが目白映画の後か。僕たちは自伝漫画漫画道の取材で時和荘の周りを歩くうち、どちらともなく取り壊される前に一度時和荘にみんなで集まろうという話になりました。あっちの方よね。あっちか。多分品町の駅は西武線の、おそらく。まるで思い出さないな。早くこちらへ来て一緒に漫画を描きましょう。アパートへ越したらその日のうちに挨拶回りをすること。14号室へ引っ越してきました。どうぞよろしくお願いしますと言えば十分です。自炊するんでしたら自炊道具がいります。鍋、中小、計2個、アルマイト、米を炊くのと味噌汁用、フライパン、中。僕たちは、寺さんこと寺田博夫が、引っ越しの時にくれた長い手紙に感激しました。
常盤荘の部屋が開くたびに同じ志を持つ漫画家の卵たちを入居させたのは寺さんでした。寺さんの仲間を選ぶ基本的な考えは、ただいい漫画を描きたいと純粋に思っていることでした。これは単純で厳しい選考基準でした。とにかく常盤荘に入れた者はそれに合格したわけです。僕らの常盤荘時代、部屋代を払えないこともしばしばでしたが、毎日誰かの部屋に集まってお祭りのような日々を送っていました。今あの常盤荘時代を思い出すと懐かしさに胸が熱くなってきます。漫画をこう熱中して描いてると、もう時々ほんの瞬間なんだけども、その自分の描いた絵ができすぎてる時がある。それで自分でもびっくりするような時がある。それもうものすごくこう嬉しくなってくるですね。もう100万の味方を得たような気持ち、もうたった一人でもうそう思うんですね、画面の上で。それがあるから漫画やめられないですね。すいません、100万くらいにしたらどうだった。いや、昔のね、気の使わせて昔食ったものをさ、再現しようと思った。2つぐらいでいいんじゃないかな。何が見てもいいね。うん、たまらないよ。うん、あんまり知らないから、ね、今はね、昔ね、よく食べたんですよ、これ。昔から今も見れますよ。ね、10円でしょ ?300 円です。10円あんまり変わってねえの。昔は30円です。30円だよね、前。昔は30円。すごい。ある。ありがとうございます。あ、どうも。いやいやいや、台所がそのまま。あまり変わらないよ。同じもの。これも変わらないじゃない。この空気のこのままなんで。こんなに狭かったかね。俺狭かった。イメージには広い感じしてたんだけど。そうだね。石盛りここ寝かしてさ。ここ寝かして。ザールしたんだから。これは。あ、どうも。どうも。どうも。テラさんが見えないな。ああ、惜しい。テラさんが見えない。今なんか分からないじゃない。ねえ。どうも。いやー、はい。どうも。学生さん？そうです。ああ、しかしやるだね。僕はそこ冊子ぐらいに変わってると思ったけど、全然普通、元のままなんだね。変わってませんか？変わってないですね。あそこはよく取り寄りたんだ。編集の人が来たって取り寄りたんだ。この穴のいくつか僕が開けたんだね。原稿貼ったんだよ、料理。そう。ちょっとどれがどれかわからないけどね。
で編集の人が今度座ってね。これ下森のとこだな、ここはな。下森の部屋。彼だけ二間持ってたんだよね。何か知らないけど。昔思い出すね、こういうの。いや、時はその住人の、なんだ、過去と未来の対比。おめでとうございます。まあ、飲めなかったもんね、張り込みっていう。私が仲良しの編集部にいて児童漫画の第一人者 T 先生を担当してた連載原稿の締め切りもギリギリに迫った頃、やっとアパートにいらっしゃる先生を発見し、その日の午後から仲良しの仕事にかかっていただくという約束で意気揚々と社に戻り編集長に報告しました。ところがです、編集長はこの道で苦労を重ねてきたベテランの牧野武郎氏、それは危ない、なぜだと怒鳴られ、慌てふためいて駆けつけた時は後の祭り、案の定先生の姿は影も形もありません。別荘をかっかき、社に帰るとすぐ隣の旅館で先生の行きそうなところを探せというので電話帳で早速めぼしいところを片っ端から電話をかけました。十何件目かにかけた時に、あったあった、京橋は地下のメトロホテル。それっとばかりに駆けつけてホテルのロビーで待つこと2時間余り、ついに先生に会うことができたのです。しかも宝塚行きの切符を持った先生。その時の嬉しさ、刑事が高飛び寸前の犯人を見た気持ちでも言いましょうか。ところが先生はまた捕まったかと優しい笑いを私に。あこいあんたこんな面白い。それは面白い。何だったんだっけ、新人マナカ、随分大勢あったんだけど、マナカと卵、うん、いや、俺たちみたいよ、これ。あ、そうか、新マナカと、あれ石森か、あんなお茶もかとかね、うん、あ、そうか、俺たちあら、恥ずかしいで、やっぱこう、二十歳ぐらいの時だよね、うん、すごい、ズボン履いてるね、ズボン履いてるね。すごいね。これしか娯楽がないから。これで十分満足する。そういう時代だったんだな。一緒に。昔の40年ああ肉出しキャベツついた。何でも入ったよ。キャベツえ？いや、味ついてます。楽しかった。塩味ついてます。塩コショウだけこれ。そうです。甘いもんだね。よく食べたな。こればっかり。キャベツが一番安かったの。そうなんだね。そうそうそう、でほらあのね石森ね、うん、ほらあの前ほら通ると必ずあの一番のおばさんがさ、お兄さんキャベツ入るよ。そうそう。キャベツあるよ。そうだ、恥ずかしかったんだな。来るような気はいつまでもしてたんだけどな。本当そうなんだよ、ね、それでね、変なこと言うんだよね。いつまで生きられるかわからんしな、うん、だからその辺がね、すごい心配してる、ね、心配になるんだよね。いや、手紙でもね、時々ちょっとね、なんか気がかりになる。変な手紙来るときあるでしょ。バカに弱気になっちゃうね。昔の寺さんからは想像できないようなね。トキワ荘の仲間のリーダーで、みんなが敬愛していた漫画家、寺田博夫。彼は15年前、突然ペンを折りました。
人気絶頂だった寺さんがなぜ漫画を描くのをやめてしまったのか僕らにも分かりません。いい漫画が受けないのはおかしい。受けないのはいい漫画じゃないかもしれないんで、でもただ受けるかとか売れるかという基準でいい悪いを判断はできないと思うんですよ。スポーツマン金太郎の場合はサンデーで5年書きましたからね。最初の 1,2 年と後の方の 1,2 年じゃもう雑誌が随分変わってるはずです。その傾向が僕はすごく嫌だったんで、そう言ったらサンデーには悪いけどね、サンデーだけじゃないんで、サンデーなんかまだいい方なんで、だから今度この本を作るっていうのは僕がこういういい本があったんだということを知ってもらいたい、今はないねということを知ってもらいたいから出すわけで、だから僕の心の中では漫画に対する気持ちも雑誌に対する気持ちも一貫してるわけです、最初から。寺田さんが時和荘にみんなを集めたのも、ね、そういうことを考えてですか。まあ相手を選んだっていうことで言えばそういうことはあるでしょうね。その選球眼というかそれは確かだったですかね、今思い出して。別に確かだったとは思わないですよね。みんながその何から何まで純粋に子供のためにいいものを書こうと 100% 思って書いてるなんとは思わないんで、どういうふうに書こうとその人は自由だけど、でもやっぱりまあマシな方じゃないですか。時和荘はまだありますよ。行ってみようという気はありませんか。今のところないですね。別に見たいとは思わないですね。もう頭の中にあるから。この世界で10年頑張れる、もしくは作品をね発表し続けるっていうことはもうすごい奇跡に近いね。赤塚不二夫さん知ってる人？知らない？じゃあね、石森章太郎さん、これはもうみんな知ってるね。じゃあ手塚治虫さん、これはもう神様ですか、知らない方がもう無理だ。じゃあね、寺田博夫さん、お知ってる人がいるな、うん、あんまり知らないね、やっぱりね。最近あの作品あんまり発表してないみたいだけども。じゃあね、藤子不二雄さん、これはもう最近ドラえもんでもう有名だから、水野秀子さん知ってるね、やっぱ女の子はみんな知ってますよね、じゃあ森安直哉さん、あ、もしもし、あ、私森安と申しますけども、漫画を見ていただきたいと思いまして。はい、近くまで来てるんですけど。はい、そうです。これで何何作入ってるんですか。え、いや、これ一本なんですけど、戦前のですね、その小作農の子供が、まあ、兵隊行って死ぬまでの、18歳で死ぬまでの話を、まあ、特訓なんですけどね。それこう最近では随分こう、はい、漫画の表現っていうのかな、はい、あの話作りも、はい、絵のあれですね、はい、随分変わってきてるんですよね。はで、いかんせんちょっと長いからね、これ全部でどうのこうのってちょっと時間的にね、3点くらいだと随分変わりますからね。ちょっとお菓子を出かけるとなりますんで。
20年かかれたんですか？11年で。あ、10何年。はい。よく分かってんですけど、元その一緒に暮らしてた人たちと20数年のギャップがあるわけですね。私は他の職業に。だからその間がもう何と言っていいか、空白というか何というか、もうそのギャップはもう絶対ダメだと自分では諦めてあるんですよ。もう諦めに欲しい作品だよね、これ。はっきり僕は意外だなと思ったのは、そのそういう言い方失礼だけども、絵ってのはね、意外に今一生懸命でね、今売れてる人自身がねやってるよりもね、すごい構図いっぱいあるんだよね。そうですかね。うん、でそれが素朴に、例えばその見慣れる見慣れないとかね、そういうことなのかもしれないけども、まあ、そういうことでやってみましょうよ。はい、本当にと。いや、ちょっと時間かかるかもしれませんけど、はい、11年やったんだからね。いや、あと6ヶ月かかろうかなんだろうか大丈夫でしょ。はい。よかった。じゃあ、すみません。ご指導お願いします。はい、よろしくお願いします。書きますか？書きます。やります。いや確かにもう本当に、ね、上手い人はもう上手い人にね、やっぱり座ってもらって、なんかこのこれやりたいです。やっててよかったと思いますね。はいよっ。